新行寺綾は生きています。あなたの助けが必要だ。驚かれているようですね。無理もない。彼女はすでに死んでいるはずの人間ですからね。だが彼女は生きている。君は一体誰だ？私は新行寺隆の秘書です。新行寺隆？そうです、綾様のお父上です。詳しいことは新行寺にお会いになればわかります。ではまた後ほどご連絡いたします。綾は生きている。本当だろうか？そんなことはない。あの時確かに彼女は息を引き取った。だがもし彼女が生きているとしたら。ねえ和也、これを見て。綺麗な貝殻。こうやって耳に当てると深い海の音が聞こえるわ。でも悲しい音、まるで死の底から私を呼んでいるみたい。しか、君には似つかわしくない言葉だ。ねえ和也、一つ聞いてもいい？なんだい？いつまでも私のそばにいてくださる。いつまでも？どういうことだい？たとえ私がこの世からいなくなってもっていうことよ。バカなことを言うんじゃないや。さっきも言ったように君に手話に使わしくない。ごめんなさい。でも、もしそうなったら。絶対にそうならない。僕が君をしっかりと捕まえてやる。綾を誰にも渡さない。私を離さないで。だが俺は彼女との約束を守ることができなかった。古八木和也とコンタクトを取ってまいりました。ご苦労だった。それで彼の反応はどうだった？予想通りです。そうか。だが焦るなよ。準備はこれからだ。彼は私にとって大事な人間だからな。心得ています。それよりお嬢様は？綾か？眠っておる。そうですか。しくじるな。この機を逃すと後はない。教えてほしいの。彼に何が起こったのか。あんなに辛そうな彼を今までに見たことがないわ。一体何があったの？思い出せないの。あそこで何が起こったのか。ただ覚えているのは古八木さんが。隠さないで。私は彼のことを全て知っておきたいの。お願いダンサー。分かった。古八木さんに何が起こったのか話すわ。彼は力を失ったの。どういうこと？力を失ったって？サイキック能力のことよ。彼はあの世界から私を助けようと全ての能力を使い果たしたの。彼はもう人の心に潜れないのよ。そんな。でも、ランさんがどうしてあの子の体になったの？私にもわからない。私は神父に殺されて、気がつくとあの世界にいたの。私の体はもう、朽ち果ててなくなっていた。今はそれでよかったと思っている。男でもなく、女でもない不完全な肉体。
私はあの肉体が嫌だった。むしろ憎んでいたわ。でも私は生まれ変わった。リエカ、君に話したいことがある。何のこと？実はもう僕は人の心に入ることができなくなったんだ。ああ、そのことね。ランさんから聞いたわ。でもそんなに深刻にならなくてもいいのよ。それにもう一つ。今度は何？アヤは生きている。アヤさんが生きている？きっと何かの間違いか、たちの悪い冗談よ。そうだといいんだが、もし本当に彼女が生きていたとしても俺にはなすすべがないよ。約束して、もし本当にアヤさんが生きていたとしても絶対に会わないで。どうしたんだい？私やっぱり嫌。あなたをアヤさんに渡したくない。アヤさんはあなたの思い出だけでいい。だから私から離れないって約束して。わかった、約束するよ。いつまでも私のそばにいてね。古八木さんですね。私は新行寺隆の秘書土屋です。新行寺があなたにお会いしたいそうです。明日迎えのものをやりますので。断る。俺は新行寺綾に会う気はない。困りましたね。ぜひともあなたのお力が必要なのです。お嬢様を元に戻すためには。何を言われても答えはノーだ。悪いが今後一切連絡をしないでくれ。そういうわけにも参りません。私も子供の使いじゃありませんからね。いいですか、これだけは覚えていてください。何があろうとお嬢様には会っていただきます。では今日のところはこれで失礼させていただきます。もうすぐクリスマスね。あなたと初めて出会ったのもこの季節だったわ。あの時リエカが俺に言葉をかけてくれていなかったら。それは私も同じ。あなたと知り合えたから今の私がいるのよ。古八木さんですね。そうだが。ご面倒ですが私と一緒に来ていただけませんか。君は誰だ？誰でもいいだろう。車に乗るんだ。お前は新行寺の。ガンディア！ああ、ここはどこだ？俺はどうしてこんなところにいるんだ？この部屋には見覚えがある。まさかここは。なんだろう、あれは。あ、アヤ！本当に生きているのか？なぜこんな状態で？目が覚めたようだね。あなたは？手荒な正体を許してくれたまえ。ああでもしなければ君はこの屋敷に来てくれなかっただろう。お久しぶりですね、新行寺さん。
土屋から話は聞いてもらっていると思うが、君の力が必要なんだ。アヤ、アヤは本当に生きているんですか？うん、娘は確かに生きておる。どうしてです？どうして彼女が生きているんです？私はあの時、八木君、落ち着きたまえ。娘は集中治療室の中だ。あや、どうしたんだ一体。目を覚ましてくれ、新行寺さん。これは私にもなぜだかわからない。突然娘が倒れたんだ。先生、彼女はどうしたんですか？それが原因がわからないんです。頭部にも何ら損傷は見受けられません。率直に申し上げて、私たちの手には負えません。アナリストを呼ぶべきでしょう。しかも早急に。古八木君、君は確かアナリストだったな。しかもスペシャルクラスの。ええ。娘を助けてくれ。心に入って娘を元通りにしてやってくれ。それはできません。なぜだ？なぜできないんだ？君は娘を愛していないのか？いいえ、そんなことはありません。他の誰よりも綾さんを愛しています。だったらなぜなのだ？それは私がアナリストだからです。どういうことだね？君は人の心に潜入することができるからこそアナリストなんだろ？そうです。しかし私にはできません。綾さんを愛しているからです。サイコアナリストは心的近親者にダイブすることを禁じられています。心的近親者？簡単に言えば、人間同士の好意や憎しみが大きい関係を言います。例えば親子や兄弟は言うまでもありませんが、友人、そして恋人もそうです。つまりアヤと君のことだな。アナリストは他人の心において常に自分の存在を意識化していなければなりません。愛し合っている場合はある意味で他人に依存することになるんです。依存することによって自分の意識が崩れて、他人の意識を侵食して心のバランスを崩してしまう結果になってしまうんです。そうなれば二人とも無事では済まされません。これまでに失敗し廃人となった事例を私は数多く知っています。たとえ他のアナリストはどうであれ、君は優秀なアナリストだ。やりたまえ。君が本当に娘を愛しているのならできるはずだ。お願いだ古八木君、綾の心に入ってくれ。娘を助けてくれ。しばらく考えさせてください。しばらく考えさせてください。あの時と同じセリフだな。ああ、考えたまえ。娘はいつまでも待っている。明るい光に照らされるのを。新行寺さん、これだけは言わせてください。なんだね？今私はサイキック能力を失っています。なんだって？サイキック能力を失っているだと？ということは。そうです。私は綾さんの心に潜れないのです。何か方法はないのかね？私が使ったアナリストは、君が綾の心に入りさえすれば問題の大部分は解決すると言ったのだが。アナリストをすでに使ったんですか？おかげで10人のアナリストが廃人になったよ。そのアナリストたちが私が潜れば解決すると？ああ、その通りだ。どうしてです？詳しいことは知らんが、何でも綾の自我は君への恐れから
無意識の深い部分へ逃避しているらしい。アヤの自我を探し出して、君が危害を加えない人間だと教えてやるだけでいいということだった。そうですか。ローズ、大変、彼が。落ち着いて、リエカさん。フリエキさんがどうしたの？街を二人で歩いていたら、急に男が現れて彼を連れ去ったの。どうしたらいいの？待って、何か手がかりがあるはずよ。そう、ナンバーよ。車のナンバー覚えていない？覚えてないわ。あまり急だったから何も覚えてないの。そう。でもとにかく、その場所に行ってみましょう。ここにいても仕方ないわ。案内して。ここで、フリエキさんは連れ去られたの？そうよ。突然車が止まったかと思うと、男が二人出てきて、彼を連れ去ったの。何か手がかりはないかしら。ダメだわ。フリエキさんは何か言ってなかった？気が動転してて覚えてないわ。ごめんなさい。何かいい方法はないかしら。そうだわ。いい考えがあるわ。目を閉じてちょうだい。何をするの？あなたの表層意識を覗いてみるの。え？私の心に入るの？心配しないで。そんなに深く潜るわけじゃないから。ほんの少し前の出来事だから、まだあなたの意識周辺を漂ってるはずなの。じゃあ、目を閉じて、気持ちを楽にして。大丈夫？リーカさん。大丈夫。それよりも、どうだった？何かわかった？ええ。わかったわ。フリヤギさんの誘拐は、新行寺って名前が関係してる。新行寺？心当たりがあるの？アヤさんの名字が、新行寺なの。アヤさんって？アヤさんは、彼の昔の恋人。何が目的かは知らないけれど、フリヤギさんはきっと新行地家にいるはずよ。君にお客さんだ。お客さん？女性が二人迎えに見えている。リエか。今日はもう帰りたまえ。一週間後にここへ再び来てくれ。そして、アヤの心に入ってほしい。新行寺さん、私はまだ何も。はっきり言おう。君に選択の余地はない。君の意思とは関わりなく、私は君をアヤの心に送り込む。そして娘を返してもらう。もしかすると、君の最後の一週間になるかもしれん。リエカ、ローズマリー。カズヤ、大丈夫？驚いたわ。あっという間の出来事だったから。よくここだと分かったね。ローズのおかげよ。ねえ、この屋敷は何か嫌な感じがするわ。早く行きましょう。というわけなんだ。じゃあ、アヤさんは本当に生きているのね。それが、はっきりとはわからない。あの状態じゃ、生きているのか眠っているのかわからなかった。それに、俺は彼女の死を確認している。どういう状態だったの？
やはり話さなければならないだろう、あの時のことを。わかりました、新行寺さん。お嬢さんの心にダイブしてみます。そうか、やっと決心してくれたか。最善を尽くします。あや、待っていてくれ。きっと助ける。だが、俺は彼女を救うことはできなかった。彼女を愛する気持ちが俺の意識のバランスを崩れさせたのだ。それで、アヤさんは？ああ。気がついた時には、俺は病院のベッドの上だった。慌てて彼女の病室に行った時には、彼女はもう亡くなっていたの。アヤの父親が、すごい形相で俺に迫った。一体何があったんだ？アヤは！アヤは！しくじったな、私の娘を殺したな。俺は返す言葉がなかった。医師が事務的な口調で綾の臨終を告げる。俺と綾だけが残された。その時俺の脳裏にある考えが浮かんだ。もう一度潜れば、もしかすると彼女を助けることができるかもしれない。俺は冷たい彼女に再びダイブした。亡くなったばかりの綾さんに？そう、俺は死者の心にダイブしたんだ。だがもうそこには何も存在しなかった。心のかけらさえも漂っていなかったんだ。俺は改めて人間の死を理解した。そして綾は二度と呼吸をしなかった。気がつくと俺は病室を飛び出していた。それからしばらくはどうやって生きていたのか記憶にない。リエカに会ったのはそんな時だった。やっぱり、アヤさんは死んでいるんだわ。アヤさんは、どこにいたの？まるで、水中下のようだった。水中下？新行寺さんは、あなたにどうしろというの？アヤの心に入って、彼女を目覚めさせてほしいと、俺に依頼した。そんなの無理よ。今のフリヤキさんに、そんなことできるわけがないじゃない。ランの言う通りだ。そのことは新行寺にも伝えた。だが俺でなければいけないそうだ。どうして？どうして他の人じゃいけないの？つまり、綾が目覚めないのは俺が原因だということだ。だから振上さんに潜れというの？そうだ。でもどうやって？方法が一つだけある。方法って何のこと？危険なことなの？それは俺が話す。もし俺が通常の状態なら単独でも構わない。だが今の場合、一人では心に潜入できない。だからその場合、他のアナリストの力を借りて連れて行ってもらうんだ。つまりアナリストがチームを組むんだ。それがどうして危険なの？今回の場合、ブリッジが必要だからだ。ブリッジ？アナリストは現実との絆を自分の最も信頼する人間と結んでいなければならないんだよ。この場合、その人間とはリエカ、君のことだ。いや、私は嫌よ。あなたを失うような計画に協力なんかできない。それに、それがアヤさんを助けるためだなんて。私はあなたの思い出の中のアヤさんを愛すると言ったわ。でもそれは過去のこと。リエカ、分かってくれ。俺には君だけが必要なんだ。アヤを元に戻すのは過去と決別するためなんだ。分からないわ。あなたの言ってることが、あなたは自分を危険にさらしてまでもアヤさんを助けようとしている。きっとあの人をまだ愛しているのよ。もういい、私出ていく。リエカさん、
さんを追わなくていいの？いいんだ。俺がいけないんだ。彼女を俺の過去の生産に巻き込んではいけなかったんだ。ラン、君もこの件から手を引いてくれ。フリアギさん、私、あなたの力になりたいの。危険な仕事だ。下手をすると命を失いかねない。でも、あなたには借りがあるわ。借りなら先に返してもらってるさ。あの思い出の事件の時に。だから、君には何の義務もないんだよ。違うわ。本当はそんなんじゃない。あなたたちの力になりたいの。ただそれだけなの。しかし。それとも、私じゃ役不足かしら。そんなことはない。君のポテンシャルは申し分ないからね。じゃ、決まりね。でも、私一人じゃ無理ね。そうだな。あと一人必要だな。フリアギさん、誰か心当たりがあるかしら。ああ、そうだ。ローズ、思いついたよ。誰？俺の古い知り合いだ。名前は日渡京介。名前は聞いたことがあるわ。どんな人？腕は確かなやつだ。人柄もいい。だが口の悪さは天下一品だ。それでその人とコンタクトは取れるの？今はどこにいるのかはわからないが、探せばすぐに見つけることができるだろう。あとはリエカだな。そうね。でもその前にしなければいけないことがあるわ。なんだい？ローズマリーとしての私をもっと知りたいの。でもどうやって調べればいいのかしら。俺はまだあの教会に何か残されているような気がする。そうね。私明日にでも行ってみるわ。俺も一緒に行くよ。本当？嬉しい。おいおい、そんなに喜ばなくてもいいじゃないか。ローズ、すまないが今夜は俺の家に泊まってくれないか。リーカさんのことが気になるんでしょ。いいわ、私に任せて。フリアギさんはここでゆっくり休んで。じゃあリエカのことは頼んだよ。おやすみ。おやすみなさい。リエカさん？リエカさんいますか？リエカさん？もう寝たの？ベッドルームかしら？いないわ。どこに行ったんだろう？ん？あれ？これは？大変！フリアギさんに知らせなくちゃ！フリアギさん、これ。古八木和也様、私はもう自分自身を抑えることができなくなりました。今の私には綾さんがあなたを奪おうとする憎い存在にしか映りません。私とあなたが出会ったあの雪の日。君、名前は？私、リエカ、森崎リエカです。どうして俺なんかに傘を？わかりません。自分でもわからないんです。でもそうしたかったの。あなたはどうして私に声をかけてくださったの？わからない。でもそうしたかった。おかしいですね、私たち。そうだね。それ以来私たちはお互いに過去を知ろうとはしませんでした。ただ一つ共通の過去があるとすれば、あやさんの思い出だけです。私に勇気がなかったのかもしれません。私はどうすればいいのかもう分かりません。さようなら。リエカ。リエカさんは？もう、リエカは帰ってこない。え？ローズ、俺はどうすればいいんだ？探すのよ。リエカさんを探すの。しかし。手分けして探しましょう。
すみません、こういう人を見ませんでしたか？知りませんね。そうですか。もうこの町にはいないのかもしれない。そうだわ、私リエカさんが行きそうなところ知ってるわ。写真集、リエカさんが好きな写真集よ。私聞いたことがあるの。急いで戻りましょう。何かあった？フリヤギさん。いや、まだ何も。ん？これは、宛名は森崎リエカとなっている。森崎さやか、誰だろう。どうしたの？フリヤギさん、何か見つけたの？リエカのお母さんの手紙を見つけたよ。よかったら見せてもらえるかしら。優しいお母さん。リエカさん、お母さんのところへ戻ったのかもしれないわ。そうか、ここに行けばリエカに会えるかもしれない。行ってみるよ。ありがとう、いろいろ世話になったね。ごめんよ、一緒に教会に行けなくなってしまった。いいのよ、それより必ずリエカさんを連れて帰ってあげてね。待ってるから。この町のどこかにリエカがいるはずだ。すみません、この辺りに森崎さんというお宅はないでしょうか？森崎ね、聞いたことがあるようなないような。この住所なんですが。ああ、これ地盤ですね。この辺りも昔はそうでしたが、今ではすっかり住居表示に変わりましたよ。でももう関係ないですけどね。どういうことですか？ここもうすぐダムの下に沈んじゃうんです。町の中はほとんど人がいなかったでしょう。もうみんな引っ越していきましたから。この地盤がどう変わったか分かりますか？昔の地図と現在の地図を調べれば分かりますが、僕これから片付けをしなくちゃならないんですよ。私が調べても構いませんか？ええ、構いませんよ。資料室は廊下の突き当たりです。どうもありがとう。どういたしまして。ここがリエカの生まれた家か。すみません。はい、どちら様でしょう？私は古八木和也と申します。古八木さん？森崎さやかさんでしょうか？実は森崎リエカさんがこちらに帰っていないかと思って伺ったんですが。リエカですか？リエカとは長い間会っていません。失礼ですが、あなたはリエカとどういうお付き合いで？私はリエカさんを愛しています。まあいきなりですわね。中にお入りになりません？リエカのことでお話ししたいことがあります。どうぞ。いただきます。古八木さんとおっしゃられましたね。はい。あなたはあの子の過去をご存知ですか？いいえ、私はリエカさんと知り合った時から彼女の過去を知ろうとはしませんでした。怖かったんです、過去を知るのが。
今彼女の心が離れようとしているのは私の弱さのせいです。人は皆弱いものです。弱さゆえに人を愛する。でもその弱さゆえに強くならなくてはいけない時があるのです。わかります。大丈夫のようですね。リエカのことをお願いします。あなたならあの子をお任せすることができますわ。いえ、私は自信がないのです。私には過去に愛した女性がいました。その女性が思い出となって私を苦しめるのです。それどころか、すみません、初対面のあなたにお話しすることじゃありませんでした。構いませんよ、どうぞお話しください。あなたの思い出に生きる女性が今も心に生きている。その方があなたのことを苦しめているのですね。はい、そうです。彼女が思い出の枠を超えて現実に入り込んできたのです。今でもその人を愛していらっしゃるのですか？いえ、先ほども申しましたように私が愛しているのはリエカさんです。リエカをお願いします。あなたならリエカをお任せできます。どうぞ恐れずにリエカの過去を知ってやってください。しかし古八木さん、迷ってはいけません。あの子にはあなたが必要なのです。リエカを頼みましたよ。あなたの手でしっかりと捕まえていてやってください。あの子はきっとあなたの近くにいます。ありがとうございます。決してリエカさんを離しません。さやかさん、どこに行かれたんですか？さやかさん。誰もいないようだ。おかしいな。彼女はどこに行ったんだろう。かなり古いものだ。おそらくこの家に代々伝わる土蔵だろう。ひな人形は2つある。ということはリエカに姉か妹がいるということになるのだろうか。どうして私はここで眠っていたのかしら。わからない。あの世界で私はなぜローズマリーの肉体を手に入れることができたのかしら。もう一度私をあの世界に連れて行って。確かね、お前の待ち望んでいた男だ。私はどうしてここに。お前は本なのだ。本？私がどうして本なのですか。何も覚えていないようだな。
私、わからないんです。どうしてここにいるのか、私が誰なのか。教えてやろう。お前が誰なのか。どうしてあの男は私のことを知っていたのかしら。この続きが知りたい。どの本にこの続きが載っているのかしら。お前はある一族の末裔だ。一族？そうだ。人間なら誰しも免れることのできない死をコントロールしようとした一族だ。死をコントロールする。私はとあることか、ある本を手に入れた。その本には死に関して答えを得たある一族のことが書かれてあった。一族は古代より不死を求めて世界各地を幾千年もの間さまよった。そしてやっと見つけたのだ、不死への扉を。不死への扉？そうだ。そこを抜ければ誰でも不死を手に入れることができるのだ。どうしてあなたがそんなことを知っているんですか？私はその一族を求めて世界をさまよった。そして見つけたのだ、最後の守護者をな。私はその老人の心に潜り、秘密の場所とお前の存在を知ったのだ。その男とお前の祖父だ。私のおじいさま？お前は最後の末裔になったのだ。おじい様を殺したのね。最後の守護者は一人で十分だからな。さあ教えてもらおうか、秘密とは何かを。私知りません。お前は私のものだ。これからゆっくりとお前の持つ秘密とやらを解き明かしてやる。楽しみなことだ。恐ろしい人。私は殺されるかもしれない。誰かを呼ばなくては。私を助けてくれる人。この十字架をあの人に送る。お願い、気づいて。何をしている。なんだあの男、お前が呼んだのか。違います。あの男は確かフルヤンとかいうアナリスト。少々厄介なことになりそうだ。今のうちに手を打っておくか。なんだって、アヤの目を覚ましてやれないというのか。私のサイキックポテンシャルは普通の人以下です。その私がアヤさんの心に入るためには他のアナリストの助けが必要です。他のアナリストのエネルギーを分散させて私をダイブさせるわけです。そのアナリストが見つからないのかね。ええ、それも理由の一つです。それよりも私はアヤさんが本当に生きているかどうかを知りたいのです。何を今さら言うんだね。
君も綾に会っただろうが。ですが、私はお嬢さんの死を確認しています。どうして死んだ人間が生き返ったのです。君は知らないのだ。あの後何が起こったかを。あの後？君はこんな理論を知っているかね。人は死後15分から20分は蘇生可能だと。いいえ。実は綾が息を引き取った後、私は蘇生の権威を連れて綾の病室に戻ったんだ。その時すでに君の姿はなかった。それでかろうじて綾は命だけは取り留めたんだ。それが真実だったのですか。頼んだぞ。君だけが頼りだ。もう帰りたまえ。時間は残り少ないぞ。綾をよみがえらせる準備をしてまたここに来たまえ。お、いたいた。おい、日渡り。誰だ、いきなり人のことを呼び捨てする野郎は。お、おあんたは。久しぶりだな。こんなところに何しに来たんだ。まさか俺に会いたくて来たわけじゃないだろうな。いや、そのまさかだよ。お前に会いたくてわざわざこんなところまでやってきたのさ。そうか、あんたにそんな趣味があろうとはな。まあ俺が美男子だからわからんこともないが。岩谷、お前相変わらずバカだな。てめえ今バカと言ったな。おうおうおう、言ったとも。なんで俺がお前に惚れなきゃならんのだ。俺にだって目はついてんだ。なんだと、このヘッポコアナリスト。ヘッポコとはなんだ、このひょっとこ探偵め。上等だ。表へ出ろ、表へ。おら、お前ひょっとこって言ったら誰のこと言ってんだよ。何言ったんだ、久しぶりに来たんだよ。え、久しぶりだ。俺がうるせえんだよ。お前誰も来てほしいなんて言ってやしねえ。お客さん、いい加減にしてくださいよ。喧嘩なら外でやってください。すまん。というわけで日渡り、お前の力が必要なんだ。難しい話だな。無理にとは言わない。危険な仕事だ。下手をすると命を失いかねない。確かにくたばる可能性が高いな。どうしたもんだろう。やっぱりいいよ。俺一人で肩をつけなきゃならん仕事だ。お前を巻き込む権利はないよ。だが今のあんたの力じゃ無理だぜ。それは分かってる。だがこの仕事引き受けたぜ。本当か。ああ、惚れた男の頼みを聞いてやるのが男というもんだ。俺は惚れてないよ。隠さなくていいよ。俺もアナリストの端くれだから、あんたの気持ちぐらいわかるさ。違うって。いいからいいから、わかってるよ。俺にドーンと任しときな。おとなしくしていたか。それはこれか。これは人間の血だ。あの人に何かしたんですか。あの人、ああ、あの男か。あの男は生きている。殺したのは別の人間だ。人、人を殺したんですか。そうだ、出来損ないの人間をな。そんなに怖がらなくていい。これがそんなに怖いか。やめて、やめてください。そうか、お前はまだ分かってないようだな。ここがどこなの教えてやる。ここは、お前の家。
夢なの。その証拠はこれだ。もし現実ならばこんなことはできまい。私の夢。そうだ、お前の夢だ。お前は夢の中でしか生きられん。お前は永遠に眠り続けたままなのだ。永遠に夢見る少女。なかなかロマンチックじゃないかね。だがお遊びはおしまいだ。そろそろお前が持つ秘密とやらを教えてもらおうか。私、知りません。お前が知らなくて、その体が知っているのだ。綺麗な灰だ。それに野鳥の色合いも見事だ。ツヤツヤとして若々しい命にあふれている。それにこの心臓だ。おや、まだ恐怖に怯えているのか。ワインよりも若い血が。おお、これは素晴らしい。噴水のように勢いがいい。どうして？一族の秘密は、この夢のために象徴的な儀式を行った。私はお前が永久の眠りにつく前の記憶を覗いてみた。わかっただろう。私がお前の内臓を食らうわけ。お前の一族はお前の心に全ての秘密を埋め込んだのだ。まるで書物のようにな。ゆっくり時間をかけて食ってやる。一言も漏らさぬようにな。だが心配するな。死にはしない。お前の心は秘密とともに永遠に私の心で生きるのだ。永遠にな。どうぞ、どうぞ、目を覚ますんだ。フリヤギさん。どうしてローズがここで長い間眠っていたのか、わかったかい？ええ、まあ、それより、日渡りさんは見つかったの？見つかったよ。よかったわね。これで準備が整ったわ。あとは、リエカさん。リエカは、まだ見つからないんだ。そう。どうだろう。今回のプロジェクトからリエカを外すことはできないだろうか。それはダメよ。あなたが帰ってこれなくなるわ。私、フリヤギさんと一緒に戻りたい。あなたを死なせたくないの。リエカさんもきっと同じはずよ。ローズ。私はもう少しこの教会を調べてみるわ。リエカさんが見つかったらここに来て。わかった。リエカをもう一度探してみる。私がここに眠っていたのは秘密を永遠に封じ込めるためだったのね。でも、あの時、私、ローズマリーはこう言っていた。あの男は、心の場所を間違ったのです。心は、頭の中にあると。
あれはどういう意味だったのかしら。わからないわ。どうしてこんなところに。まさか、まだ私は夢を見てるんじゃないでしょうね。日記だわ。ローズ、お前をこのような状態で永遠の眠りにつかせるのは忍びない。だがわしは一族の長であり、お前はその血を引く唯一の生存者だ。許してほしい。お前は我が一族の秘密を知らぬはずだ。我が一族は古より人の心に入ることができる力を有していた。それを利用して心を病む人間を治療していたのだが、ある時心に隠された恐ろしい秘密に気づいてしまった。その秘密とは、心のより深い部分では全ての人間がつながっているということだ。つまりこの秘密を知った者は世界を意のままに操る力を有してしまうのだ。ここにその詳しい話は記さない。もしもこれが悪い心を持った人間に利用されたとしたら、この世界は闇に包まれる。それを防ぐために私は全ての書物を焼き捨てた。誰の目にも触れぬようにだ。そしてお前の心に全ての秘密をしまい込んだ。お前の心を継ぐ者は秘密を継ぐのだ。おじい様、私はこの秘密を守って生きていきます。空き巣の下調べ？また君か。俺に会いたくて来たのかい？自意識過剰ね。私の狙いはあなたじゃないもの。じゃ、なんだ？どうしてこの辺りをうろついてるんだ？そんなに怖い顔しないでよ。ねえ、それよりどう？ここじゃなんだし、いっぱい。そうだな。君は気に入らないが、面白そうな話は聞けそうだからな。まあ、随分ね。あなたのおごりよ。私、マルガリータ、フローズンタイプでね。かしこまりました。お客様は？俺はビールだ。はい、かしこまりました。こんな店でビールを頼むなんて、ずいぶん野暮ね。ほっといてくれ。俺はビールが好きなんだ。じゃ、二人の出会いに乾杯。あ、出会いだかなんだか知らないが、とにかく乾杯だ。本題に入ろうか。君は新業辞定で何を探ってるんだ？まさに本題ね。いいわ、話すわ。私があの屋敷を訪ねたのは、ズバリ新業寺隆に用があったからなの。新業寺隆に？そう、新業寺財閥の会長。彼の経歴は知ってるよ。まさか彼の経営方針を聞きに行ったわけじゃないだろ？当たり前よ。私が興味を持ったのはもっと別なことよ。一体何に興味を持ったんだ？新業寺の野望よ。私が彼に興味を抱いたのは、あなたの事件を調べてからなのよ。俺のことが引き金となっているのか？あなたには悪いけど、トップクラスのアナリストの失態というテーマで私は記事にしたの。でもこれがどこからかの圧力によってもみ消されてしまったわ。いかにも君らみたいな人種が好みそうなネタだな。だが、もみ消すほどのものじゃないと思うがな。私もそう思ったわ。それとなく調べてみたんだけど、どうやら圧力をかけたのは新行寺隆なのよ。ビール、おかわりだ。かしこまりました。お客様はいかがいたしましょう？じゃあ同じものをもう一杯いただこうかしら。かしこまりました。それで新行寺を探ってたのか。何か収穫はあったかい？あったわ。とんでもない収穫が。なんだい、その収穫っていうのは？
新行寺綾が生きているっていう噂よ。そのことか。なんだ、知ってたの？ああ、それどころか、俺は再び彼女を治療するように依頼されてる。それ本当なの？新行寺綾にまたダイブするってこと？ああ、本当だ。でも新行寺綾はあの事故で亡くなったんじゃ。俺もそう信じていた。だが俺は彼女に会ったんだ。そんなバカな。彼女は確かに死んだんでしょ。ごちそうさま。私早速調べてみるわ。じゃあね。おい待て、まだ話は途中だぞ。忘れてた。何か分かったらここに来てみて。いるかいないか分からないけど。じゃあね。忙しい女だな、まったく。601か。あのあたりだな。いないようだな。あいつまだ何か握ってるはずだ。部屋に忍び込めればいいんだが。そうだ、どこかに鍵を隠してるはずだ。あった。だが安易な隠し方だな。入ってみるか。何？新行寺にはもう一人子供がいたのか。これは意外な事実だ。それと綾の蘇生を担当した医者の住所がある。そこへ行ってみるか。メモにプロジェクト綾とある。何のことだろう。ありがとうよ、ひろみさん。